私はダースマイちゃんだ。最後にパパのマスクを外してくれ。パパ、パパ。エシン君、あと頼んだぞ。パパ。はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。今日は大物でございますね。こちらでございます、うん、スターウォーズのアルティメット FX ライトセーバーです。いやー、これね、ついに買ってしまいました、うん、パパね、ずっと欲しかったライトセーバーで、こっちがダークベイダーで、こっちがヨータだよね。そうなんだよね。2つ買いました、うん、海外で売られてるものをタカラトミーさんが輸入してんのかな。一応販売元はタカラトミーさんになってますので、うん、ね、うん、ちょっと今回思い切って購入してみましたね、うん。ここに書いてありますけども、こっちがダースベイダー、こっちがヨーダだね、うん、つまりこっちが赤いライトセーバーで、こっちが緑のライトセーバーと、うん、いうことになりますね、うん、ただ光るだけではなくて、うん、音も鳴りますね、もちろん、うん、音鳴らしてみる。どっちか、ヨーダからやってみるか、うん、おあ、いい感じに光る、あ、これデモモードみたいな感じだね。で、ダースベイダーの方お願いします。赤だ、いいね、いいね。やばいわこれ。箱の裏側はこのような感じになってまして、ちゃんとね、ダースベイダー仕様のデザイン、そしてヨーダ仕様のデザインになっております。あとね、このライトセーバー同士でこう叩き合うと、しっかりその叩いた時の音が鳴るみたい。うん、ギシギシとか音が鳴るみたいよ。そう、では早速開けてみましょうか。まずはヨーダの方から開けようか。あ、タカラトミーさんだからこれがついてた、うん、よし、お、はい、うん、おお、結構すごい、軽い。はい、こちらがヨーダのライトセーバーですね。意外と思ったより軽い、いいね、軽いね、全然軽い、うんうん、これがですね、ライトセーバーを起動するボタンですね、うん、オンオフってある？あ、ちょっと待って、あ、本当だ、モードがある。これがね、あのデモモードだ、うん、さっきやったやつ、うん、で、これがオフだって、うん、でこれにすると多分普通の戦いができるんだ。ライトセーバーの下にスピーカーがついてますね、うん、はい、それでは今度はこちらのベイダーのライトセーバーを開けてみましょう、うん、おお、はい、こちらがベイダーのライトセーバーですね。あ、ここの握りのここの部分、これベイダーだよ。あ、本当だ。ここにスイッチがあるね、うん、同じようにこの部分がスピーカーになってますね、うん、ではちょっと起動してみましょうか。せーの、おお、おお、おお、あれ、なんで切っちゃった？ちょっと待って、ここ触っちゃダメだからね。あーってなっちゃうからね。おお、すごいじゃん。すごい、ちゃんと音鳴るね。ダースベイダーって言ったらね、両手持ちだからね。はい、ということで今回はアルティメット FX ライトセーバーでした。イエー。